9月16日に解禁された高校生の就職活動。今日カルポートで高校新卒者と企業を結びつける就職面談会が開かれました。高知労働局などが毎年開催していて、県内49の企業がブースを設けました。県内の高校3年生などおよそ30人は興味のある企業で話を聞いていました。こちらの製造業の企業は服装など身なりの相談に乗っていました。そこだけちゃんとしてくれちゃったら髪の毛は好きにしていい。染めたい。染めるから。染めるから。高校生を対象とした県内の今年9月末の求人数が1869人なのに対し、求職者数は545人で、求人倍率は去年よりわずかに高い 3.43 倍。依然売り手市場が続いています。高校を卒業しただけでもこういろんな企業があるので、こうそこの面では一つ安心できた部分はありますね。女性の整備士ってあまり聞くことがないので、どうなのかなと思っていたけど、結構最近では女性の整備士とかも増えているってことを教えてくれたので、安心して入れるなと思いました。高校生の9月末時点での内定率は 51.4% となっています。